今回の動画ではタイガースの最新情報として、2選手の一軍昇格が判明した件について、そして岡田監督が森下選手のバッティングに苦言を連発した件について紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。なお、このチャンネルは熱狂的な阪神ファンによる阪神だけに特化したチャンネルになり、阪神に関連しない動画は一切投稿しません。そのため、チャンネル登録がまだの方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。ではまず、新たに判明した2選手の昇格について見ていきましょう。まず昇格が判明したのが、開幕からダブルストッパーの一角を担ってきたゲラ選手です。メジャーリーグ時代はフォアボールの多かったゲラ選手ですが、春季キャンプの段階から抜群のコントロールを披露。岡田監督も高く評価しており、開幕から勝ちパターンを任されることとなりました。すると、4月は13試合に登板し、月間防御率 1.38 を記録。被打率が2割7分3厘と高めでしたが、13イニングで12個の三振を奪い、与えたフォアボールはわずかに1つと、安定感抜群のピッチングでした。しかし、5月に入ると一気に三振が奪えなくなり、月間防御率も 3.38 と悪化。5月26日の巨人戦から3試合続けて失点を喫すると、初めての2軍降格となりました。最短での再昇格を誓っていたゲラ選手は、1週間ほど実戦のマウンドから離れ、6月12日に行われた2軍のオリックス戦で久々のマウンドへ。この試合は最速157キロを記録したストレートを中心に三者凡退に抑え、和田監督も理想的なピッチング、配球を見られた。疲れも取れてきただろうし、と復調に太鼓判を押していました。ただ、2度目の登板となった19日のソフトバンク戦では珍しく1イニングで2つのフォアボールを与えるなど制球に苦しみ、まさかの2失点。予想外の乱調でしたが、リーグ戦再開に合わせて昇格する予定だったようで、20日から1軍に合流し、21日に登録される模様です。再昇格に向けてゲラ選手は、流れを変えられるような仕事ができれば一番いい、とコメント。直近の試合では先発陣が長いイニングを投げていたため、そこまで中継ぎに負担はかかっていませんが、ゲラ選手が加わるのは非常に大きいと思います。ほぼ2球種で勝負するゲラ選手を他球団も相当研究しているはずなので、それを上回るピッチングに期待したいです。そして、大山選手も21日に再登録されると報じられています。昨シーズンは不動の4番として日本一に大きく貢献した大山選手ですが、今シーズンは開幕直前に判明した下半身のコンディション不良が影響してか、開幕から低迷。4月に月間打率2割3分5厘を記録すると、5月は月間打率1割8分2厘とさらに状態が落ちてしまい、打率はついに1割台へ。ついに2軍降格となりましたが、岡田監督が後に、本人もどう打っていいかわからんようになってるから、と明かしたほど、思い詰めた状況になっていたようです。それでも、下を向いていてもしようがないし、下を向く時間もない。前を向いてやりたいし、この時間を大切にして一日一日やりたい、と前を向いた大山選手は、守備練習や下半身のトレーニングに時間を割き、6月11日に行われた2軍のオリックス戦で実戦に復帰。4試合に出場して12打数2安打と結果は出ませんでしたが、リーグ戦再開に合わせて昇格となるようです。和田監督は大山選手について、泥んこになって野球をやった2週間。状態を良くしたいという思いもこっちに伝わってくるような感じで日々取り組んでいた。チームの中心選手なので、これから違う動き、違う結果を見せてくれたら、というのがこっちの願い、とコメント。責任感の強い大山選手は、2軍でかなり追い込んできたのでしょう。ただ、岡田監督は大山選手について、どのぐらい良くなったのかわからへん、と言及。おそらくいきなりスタメンでクリーンアップを任されるはずで、ファンからの期待も大きいですが、過度な期待は禁物かもしれません。岡田監督は大山選手の再昇格を受けてどのようなオーダーを組むのか、そして大山選手がどのようなバッティングを見せてくれるのか、非常に注目ですね。それでは続いて、岡田監督が森下選手のバッティングに苦言を連発した件について見ていきましょう。
昨シーズンはルーキーながら印象的な活躍を見せ、打率2割3分7厘、10本塁打、41打点という成績を残した森下選手。日本シリーズで新人最多となる7打点を挙げるなど、勝負強さはタイガースでもトップクラスと言ってよいでしょう。そんな森下選手のルーキーイヤーについて岡田監督は、インパクトはあったけど、ポジションを取ったという成績でもない、と語り、さらには、3割は打てる。30発より3割を優先してほしい、とコメント。2年目の飛躍に向け、確実性のアップを求めました。岡田監督のコメントを受け、自分もそのつもり。もっともっと確率が上がれば、その結果ホームランになることも増えると思うし出塁率も上がってくると語った森下選手はバッティングフォームの改造に着手。バットもいろいろと試しながら理想のバッティングを模索していました。シーズンに入ると3月4月だけで5本のホームランを放つ良いスタートを見せ、2年目の大爆発が期待されましたが、5月は打率2割2分8厘と低迷。一時はスタメンを外れる試合も増え、かなり苦しんでいるようでした。交流戦終了時点で打率2割4分1厘、6本塁打、 OPS7 割1厘という成績。得点圏打率は3割1分5厘と去年よりも良いですが、それ以外の指標はほぼ変わっていません。バッティングフォームの改造は失敗とも成功とも言い難いのが現状でしょう。ただ6月に入ってほとんど長打が出なくなったことを受けてか、岡田監督が直接指導を敢行。今のスイングじゃ絶対無理と感じていたようで、7年間の監督生活で初めてとなるグランドでの直接指導を行いました。岡田監督は森下選手のバッティングフォームについて、あんなにそっくり返って打ってないよ、最初に入った時は。去年もあんなに反ってないよ。今年のキャンプからやろ。オフの間に何をしたかは知らんけど、ピートローズのバットまで持ってきて。おかしいやろ、とバッサリ。正しいレベルスイングに直すべく、極端なダウンスイングを促す場面もありました。これも高い期待を寄せているがゆえのようで、一番伸びしろがあるからな、とも語っています。この指導を受けた森下選手は、今までやってきたこともあるし、癖もある。監督も、急にはできない、と言っていた。これからどうにかしていこうかなと。期待して、指導してくれているのもあると思うので、素直に聞いて、受け入れて、やっていきたい、とコメント。自主トレから半年近く取り組んできたフォームを変えるのはなかなか難しいと思いますが、前向きに捉えている様子でした。森下選手の状態が上向きになり、最昇格となる大山選手にも結果が出始めれば、ほぼ不動のオーダーで戦えるはず。勝負の8月9月に向けて、スタメンを固めていけるでしょう。タイガース打線のキーマンの一人なので、今回の指導を受けてさらに爆発していってほしいですね。今後の活躍から目が離せません。今回の動画もご視聴いただき、ありがとうございます。阪神に関する動画をほぼ毎日投稿していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。コメントと高評価もぜひお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。